今を遡ること1300年、日本誕生の神話とそれにまつわるさまざまな伝説が文書として編纂されました。日本最古の歴史書古事記。はるか遠い昔、この世の初めは天も地もなく、ただもやもやとしたものが無限に広がっておりました。雨土初めて開けし時、高間ヶ原になれる神の名は雨の皆かぬしの神、次に高みむす日の神、次に神むす日の神、この御柱の神は皆一人神となりまして身を隠したまいき、次に国若く浮かべる油のごとくしてクラゲなす漂えるとき、足かびのごとく燃え上がる者によりてなれる神の名は馬し足かび彦地の神、次に雨の床たちの神、この二柱の神もまた皆一人神となりまして身を隠したまいき。古事記の冒頭でございます。ここまでの五柱の神は天地が現れて早い時期になった特別の神なので、ことあまつ神と申します。それからも次々と神がなりますが、イザナギの御事とイザナミの御事、夫婦の神が誕生いたしますと、ここから国生みと神生みの物語の始まりでございます。イザナギとイザナミは天空にかかる雨の浮き橋に立ち、美しい玉で飾られた雨のぬぼこを海に下ろした。こーろ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 、矛を引き上げるとポタポタポタ、雫が落ち、その潮は島を作りました。この島、おのごろ島に降り立った夫婦の神は、高い雨の御柱と大きな神殿、八尋殿をお建てになりました。一息ついたところで、イザナギは自分の体に何か不思議なものがぶら下がっていることが気になり、イザナミに聞いてみます。眺みはいかにかなれる？アガミはなりなりてなりあわざるところひとところあり、私の体は出来上がっているのに一箇所だけ何か足らずにくぼんでいるところがあります。アガミはなりなりてなりあまれるところひとところあり、彼このアガミのなりあまれるところを持ちて長身のなり合わざるところに差し塞ぎて国を産みなさんとも、産むこといかに？しかよけん。イザナミは答え、合意がなったわけでございますね。雨の御柱を回り、まぐわい無事に国産みを成功させたイザナギとイザナミは、その後も次々と国を見、神を産んでいきました。海の神、川の神、山の神、野の神、雨や風の神、田や畑の神、さまざまな神を産み、この国は神々で満ちてまいりました。しかし突然悲劇が訪れます。それは火の神、火の家具土の神を産んだとき、
燃え盛る炎で御仏に大やけどを負いました。痛みと苦しみの中嘔吐し糞尿を垂れ流しますが、それは鉱山の神、土の神、水の神になりました。看病の甲斐なくイザナミはついにかむさりました。イザナミがイザナギと力を合わせて生んだ島は14、そして神は35柱。イザナミの亡骸を火場の山に葬りましたが、イザナギの気持ちは収まりません。愛しい妻の命を、こう一人の命と変えるとは。お前さえ生まれなければ、腰に下げた戸塚の剣を抜き、我が子比企の神の首を、でい！と切りました。首をはねられた火の家具父の体からは炎がほとばしり、辺り一面に真っ赤な血が飛び散り、そこからも新たな神が鳴りました。それでも悲しみが収まるはずもなく、いえむしろ妻イザナミへの思いは強くなるばかり。イザナギは亡き妻の姿を追い求め、黄泉の国へやってきました。御殿まで進むと大きな扉があり、その前へ立つと、イザナミ、美しき我が妻よ、私たちの国づくりはまだ終わってはいない。さあ一緒に帰ろう。すると扉の向こうからイザナミの御子と、あなた、どうしてもっと早く来てくださらなかったの。私はもう黄泉の国の食べ物を口にしてしまったので帰ることができないのです。そんな。でもせっかくあなたが迎えに来てくださったのですもの、私も嬉しい。この国の神様たちに帰ってもいいかどうか相談してまいります。ただし一つだけ誓ってください。私を待っている間、決して中を覗かないと、私の姿を見ないと約束してください。ああ、約束しよう。イザナギは扉の外で待ち続けましたが、待っても待ってもイザナミは出てきません。ただ暗くてシーンと静まっている。とうとう待ちきれなくなったイザナギは約束を破り、御殿の扉をギーッと開け、足を踏み入れると、中は真っ暗で何も見えません。紙に刺した竹の串を一本折り、その刃に火をともし、先へ先へと進んでいく。すると何かが横たわっているのが見える。火を近づけてみると、あっ、イザナギ。そこにいたのは体の腐り果てたイザナミの御子と、体中には無数のウジがたかり、8匹の魔物までへばりついている。見たな。見ないと約束してくださったのに、よくも私に恥をかかせたな。恐ろしさに慌てて逃げ出すイザナギ。なんだあれは。あれがあの美しかったイザナミだというのか。追うのじゃ。恐ろしい魔物たちが飛ぶようにイザナギに襲いかかる。これでも食らえ。髪に巻きつけていたつる草を背後に投げつけると、
不思議なことに鶴が勢いよく茂り、ぶどうが実をつけた。魔物たちはぶどうぶどうむしゃむしゃむしゃ夢中になってぶどうにむしゃぶりつく。その間にイザナギはどんどんと逃げる。食べ終わった魔物がイザナギにうわーっと迫る。今度はこれだ。ミズラの櫛を投げつけると、そこからタケノコがニョキニョキ生えてきた。魔物たちはタケノコタケノコむしゃむしゃむしゃ夢中になってタケノコにむしゃぶりつく。その間にさらに逃げ延び、出口にもう間近なところまで近づく。しえ、頼りにならない魔物たちめ、黄泉の国の1500もの軍勢よ、さあ行くのじゃ。くそ、来るな。イザナギは腰の戸塚をギラッと引き抜いて、後ろ手で切り立て切り払いながら必死で逃げる。ついに黄泉の国とこの世の境にあるよもつひらすかにたどり着くと、一本の桃の木が立っていました。とっさに桃の実を三つ取って、えいと獲物に投げつける。ギャーと、これに恐れ蜘蛛の子を散らすようにバラ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 と魔物たちが退散いたしました。ほっと胸をなで下ろしたのもつかの間、まてあった体を引きずりながら追いかけてくるイザナミの御事。あれはイザナミじゃない、イザナミなものか。来るな化け物め。そばにあった巨大な岩をゴロ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 ドシーンと転がすと道を遮った。おのれイザナギ、なんてひどい仕打ちよ。あなたにだけはこの姿を見られたくなかった。私はあなたの国の人々を一日に千人殺してみせましょう。ならば私は一日に1500の命を生み出し、この国を栄えさせてみよう。かくしてこの世では一日に千人が死ぬ一方で、一日に1500人の人が生まれることになりました。イザナミは黄泉の国の神として、イザナギはうつしおの神として、全く別の道を進むことになったのです。地上に戻ったイザナギは黄泉の国の汚れを払うためつくしの品家へ向かいました。清らかな川へ着くと、着ているものをスパッと脱ぎ捨て川へ入り、汚れを洗い清めると、さまざまな神が生まれました。最後に顔をすすぎ、左の目を洗った時に生まれた玉のように美しい女神がアマテラス大御神、そして右の目を洗うとツクヨミの御事が、鼻を洗うとスサノオの御事が生まれました。おお、これは何としたことか。これまでにもたくさんの子供を産んできたが、最後にこんなに尊い神を産むことができるとは。イザナギは御柱の渦の御子を愛おしそうに抱きしめると、つけていた首飾りをアマテラスに送り、太陽の神アマテラス、そなたには高間ヶ原を与えよう。月の神月読みは夜の世界を、そしてスサノオ、そなたは海原を治めよ。
よいな。こうして日本で最も重要な神、アマテラス、ツクヨミ、スサノオの三騎士はそれぞれの国を治めることになりました。ここで休憩とさせていただきます。Thank you.
イザナギの御事からそれぞれの国を治めるように言いつかったアマテラス、月読み、スサノオの御柱の神でしたが、スサノオは国を治めず、来る日も来る日も泣き叫ぶばかり。その泣き声はすさまじく、山々の木や草をゴーゴーとなぎ倒し、海や川の水をザブザブと激しく波立たせ、水が一滴もなくなり干上がってしまいました。これにより悪しき神の声が夏のハエのように満ち溢れ、ありとあらゆる災いが起こります。イザナギの御事は心配してお尋ねになりました。どうして国を治めずに泣いてばかりいるのだ。私は母上に会いたい。母上のいる根の片す国に行きたいのです。何をバカなことを。役目を果たさず、これ以上災いをもたらすのなら、この国を出て行きなさい。どこへなりと言ってしまえ。父神イザナギに激しく叱られて追い立てられたスサノオ。高間原へ登り、姉上にお別れの挨拶をせねば。心荒ぶるスサノオが天に舞い上がると、穏やかだった高間原は山も川もことごとく揺れ動きました。アマテラス様、大変でございます。弟君我が弟がここにやってくるのは、きっと何か企みがあるに違いない。高間ヶ原を奪うつもりかもしれない。アマテラスは髪を解いて左右に分け、耳のあたりで束ね、戦いに備えて断層をしました。髪と手には勾玉を施した飾りを巻きつけ、背には千本の矢を、脇には500本の矢を備え、弓を構えて威勢よく雄たけびを上げ、臨戦態勢でスサノオを迎えました。止まりなさいスサノオ。なぜ高間ヶ原にやってきたのだ。海原を追われ、私の国を奪うおつもりか。私には邪心はございません。私は母上の国、根の片す国に参ります。その前に姉上にお会いしたかっただけなのです。やましい心などありません。ならばそなたの心が潔白かどうか証明してみせよ。わかりました。では受け入れをしましょう。誓いを立ててお互いの心を見るのです。互いのものを交換して、こうなせば私の心が鏡のようにはっきりと見えるでしょう。二柱の神は天の安川を挟んでほとりに立ちました。まずアマテラスがスサノオの持っていた戸塚の剣を受け取り、剣を三つに折りました。勾玉をゆらゆら揺らしながら雨のまないの水ですすぎ、ガリガリとよく噛んでふーっと吹き出すと、あたりに霧が立ち込め、
御柱の美しい女神が生まれました。今度はスサノオの番です。アマテラスの髪飾りのマガ玉をギャリギャリと噛み砕き、プーッと吹き出すと、こちらにも霧が立ち込め、五人の勇ましい男の神が現れました。先に生まれた御柱の女神はそなたの剣から生まれたので、そなたの子。後から生まれた五柱の女神は私の持ち物から生まれたので、私の子です。あれれ、私の心が潔白だからたおやかな女神が生まれたのです。この受け入れは間違いなく私の勝ちだ。スサノオは勝った勝ったと喜んで、アマテラスが大切に育てていた田んぼを踏み荒らし、あぜをめちゃめちゃにしたばかりか、尻をまくって神聖なる御殿にクソをまき散らして大暴れ。アマテラス様、スサノオ様が。神殿を汚物で汚したのは酒に酔ってのことでしょうし、田のあぜを壊し溝を埋めたのは土地が惜しいと思ってのことでしょう。あの子なりに悪気はないのです。アマテラスはこれを咎めず、スサノオをかばうものの、スサノオの行いはますますひどくなっていくばかり。次は何をしてやろうか。そういえば今日、姉上は折らせている神の衣を取りに行くと言っていたな。スサノオは旗織小屋の屋根に登り、屋根に穴を開け、尻の方から皮を剥いだ馬を落とし入れました。どれ、キャー。旗織目は驚いて逃げるはずみに、旗織の道具で鳩を突き刺して死んでしまいました。死んでしまうなんて思わなくてさ。何もかもが嫌になってしまったアマテラス大御神は、天の岩宿を開け、洞窟の中に引きこもってしまいました。アマテラス様がスサノオ様のあまりの乱行にお心を痛め、岩屋にお隠れになってしまった。世界が闇に包まれてゆく。天上の国高間ヶ原だけでなく、地上の芦原中津国にも永遠の夜の帳が降りて真っ暗になってしまいました。昼が来ない夜だけの世界になると、よろずの悪い神々がうごめき出し、よろずの災いがことごとく起こるようになったのです。しかしアマテラスはいつまでも閉じこもったまま、出てくる気配もありません。八百万の神々は困りに困り、天の安川のほとりに集まっていろいろと考えを巡らせました。アマテラス様が岩屋にこもられてもう幾日、このままでは世界が滅びてしまいます。困った、知恵の神思いのかね、何かいい考えはないものか。なくもない、僭越ながら私めにお任せください。思いの金の考えた方法は祭りでした。まず鶏を集め一斉に鳴かせました。鶏が鳴くと太陽が昇ることから、鶏を鳴かせることは太陽の出現を促すおまじないでした。コーケ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 コ
族を司る神に矛を作らせ、鏡作りの神に大きな八田の鏡を、玉飾り作りの神には勾玉が500も連なる八坂の勾玉を作らせたのです。この鏡と勾玉こそは後に天孫降臨により地上にもたらされ、帝の行為の印となる三種の神器のうちの二つです。鏡と勾玉を天の家具山から根こそぎ取ってきた榊にぶら下げ、この見事な備え物をふと玉の御事が取り持ち、力持ちの神様天の田力王が岩宿をいつでも開けられるように脇に隠れ、支度が整いました。さあ祭りの始まりじゃ。ここに集えし八百万の神々よ。さあ参るぞ。ひふひふみよ、うんちゃうんちゃうんちゃちゃうんちゃちゃうんちゃちゃちゃうんちゃうんちゃうんちゃ。天の小屋根の御事が祝福の祝詞を奏上すると、雨のうずめの御事が天の岩宿の前で神楽を舞い始めました。笹の葉を手に持ち、逆さまにした桶を踏み鳴らし、だんだんと激しく、しまいには父をあらわに出して裸で踊り続けました。すると高間ヶ原がどよめき、八百万の神がどっと笑いました。わっは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 。外は真っ暗で皆困っているはずなのに、どうしてあんなに楽しそうなの。アマテラスは不思議に思い、岩宿をほんの少しだけ開けて外を伺いました。すると雨のうずめが、ここにあなた様よりも尊い神様がおいでになったからです。それゆえ我々は喜び笑い踊っているのです。さあアマテラス様もご覧くださいませ。アマテラスがもっとよく見ようと岩屋の隙間を広げたので、ここぞとばかり鏡を差し出しました。え、私にそっくりなものが、なぜそちらにも太陽の神がいらっしゃるの。不思議に思ったアマテラスがさらに身を乗り出すと、力を今じゃ。アマテラス様ごめん。あ、戸の脇に隠れていた天の田力王がアマテラスの手を引き寄せ、すかさず太玉の御事がしめ縄を張り、もうこれでお戻りにはなりません。おお、光が。アマテラス様がお戻りになられた。アマテラス様、よくぞ戻ってくだされました。ああ、よかった。ああ、よかった。アマテラス様が気に病むことなど何もありません。すべてはスサノオ様の応募が原因。八百万の神が議論をした結果、スサノオには罪汚れを払うための品物を納めさせ、ひげを切り、
手足の爪を抜いてついに高間ヶ原から追放することになりました。高間ヶ原から追われた佐野は神の裁きを素直に受け入れました。大月姫の神様、私はこれで地上に行きますので、何か食べ物をお授けください。すると大月姫は鼻、口、尻からいろんな美味しそうなものを取り出して料理して差し出しました。尻から出したものだと？バカにするな！食べ物をわざと怪我して差し出したな！スサノオはカンカンに怒って、またいつもの短気を起こし、大月姫を殺してしまいました。すると、殺された大月姫の体から、次々と大切なものがなりました。頭からは蚕、二つの目からは稲、鼻からは小豆、陰部からは麦、尻からは大豆。これらを高見むす日の神が拾い上げ、種として地上にお授けになります。ここから人々が生きるために大事な五穀が広まるわけですが、さっきから尻とかクソとか、ちょっとお昼のお食事タイムのおいしいカレーを召し上がっている方には、申し訳ない言葉がいっぱい出てきちゃいましたね。排泄物から料理を作った神の屍から五穀がなったということは、排泄物がやがて大自然に戻り、また食べ物になるという循環を表しているのかもしれませんね。物には無駄なことなんてないんですね。それではいよいよヤマタノオロチのお話へと続きます。それでは最後の休憩とさせていただきます。
高間ヶ原を追い出されたスサノオは地上に降りとぼとぼと歩いているとやがて出雲の鳥神という土地に出ました。日川の上流にある場所です。はあ、姉上にも見放されてしまった。どうしてこうなんだろう。腹も減ったし、これからどうしたものか。一人川を眺めていると、
何かが流れてきた。あれ、橋だ。上流に誰か住んでるんだろうか。行ってみるか。しばらく歩くと大きな屋敷が見えてきました。中から何か聞こえます。泣いているのか。中を覗いてみると庭先で年老いた夫婦が美しい娘の肩を抱き手を取り合って泣いていました。どうしたんだね。私はこの国を治める山の神大山積の子で足なづちと申します。妻の手なづちでございます。そしてこの子は末の娘のクシナダ姫。なぜ泣いているんだ。実は私には8人の娘がおりましたが、この北の方にヤマタノオロチという恐ろしい怪物がおりまして、毎年やってきては一人ずつ娘を食べてゆくのです。そしてとうとうこのクシナダ姫一人になってしまいました。今こそヤマタノオロチがやってくる頃で、それが悲しく恐ろしく三人で泣いていたのでございます。ヤマタノオロチはそんなに恐ろしい化け物なのか。それはもう到底太刀打ちできません。その目はほおずきのように赤く、一つの体に頭が8つ、尾が8つ。その体は苔むし、ヒノキや杉が生え、体の大きさは8つの谷、9つの峰にわたるほどに長く、その腹はことごとく血がにじんでいるのでございます。なるほど。その化け物は私が倒してやろう。クシナダ姫を私の妻にもらえるのならば。しかしまだあなた様のお名前も存じ上げず。そうであったな。私はアマテラス大御神が弟スサノオと申す。今天より降りてきたのだ。なんと恐れ多いことでございます。どうか娘をお願いいたします。スサノオはうなずくと、クシナダ姫を見つからないように櫛に変え自分の髪に刺しました。そして怪物を退治する準備をするよう足なづちに命じました。8度繰り返して醸造した強い酒を用意し、垣根を巡らせてそこに8つの穴を開け、それぞれの穴にその酒を置いて待ちなさい。地面が揺れ、風が起こり、あたりに生臭い匂いが立ち込めてきました。来たな、オロチめ。ヤマタノオロチは舌なめずりをすると、酒の香りにつられるように8つの垣根の頭に8つの頭をそれぞれ突っ込むと、ガブガブと酒を飲み始めました。何しろ強い酒ですから、さすがの怪物もすぐに酒が回り始め、しばらくすると眠くなったのか、カクカク頭が一つずつ
地面に伸びていきます。最後の頭が垂れ下がり、ついにあたりはいびきしか聞こえなくなりました。さあ、準備は整った。見ていてください、姉上。スサノオは剣を抜き、酔いつぶれてるヤマタノオロチに切りかかりました。怪物の首が次々に飛び、真っ赤な血がほとばしり、ヒーガーは朱に染まりました。目を覚まし、うめき声を上げながらのたうち回るヤマタノオロチの尾を切った時でした。とどめだ！息絶えた怪物の尾の先がキラリと光り、中からは美しく神々しい剣が出てきました。これは素晴らしい。そうだ、姉上に献上しよう。この草薙の剣がやがて皇位の印、三種の神器の最後の一つとなりました。苦しめられた怪物がいなくなり、喜びに湧いた人々はスサノオをあがめました。さあ、スサノオとクシナダ姫の結婚です。スサノオは出雲中を探し、素敵な場所を見つけました。この地はなんとすがすがしいんだ。クシナダ姫、スガと名付け、ここに宮殿を作ろう。役もたつ出雲八重垣つまごみに、八重垣作るその八重垣を、スサノオがこの地に立ち上る雲を見て読んだこのラブソングこそ、日本で最初の和歌となりました。Thank you.
がとうございました。作曲ピアノ黒田久隆、溝口恵子、私丸野恵でございました。本日はありがとうございました。